好きだよ、好きよ、好き、好きです、好きなんです。君が大好きなんだ。風太郎くんが誰を選ぼうと関係ない。信じて待ってみるわ。私は伝えたよ。まだやり残したことがたくさんあるんだ。これでやっと言えそうです。初めてだった、初めてだった。この6人でずっとこのままの関係でいられたらと願って。だが答えを出さなければいけないと思う。続いていますか。映画五等分の話。